手は足と違って上下左右前後と全ての動きが可能です。開いたり握ったり手の甲を使ったり手のひらを用いたりあるいは先でリズムを取ったり誘い攻撃受け流しといった変化が可能です。ただし脇が空いたり最初に力んでしまうとコースが狂い力が分散してしまいますのでこの点は特に注意してください。また力の配分は全てに言えることですが0から10の配分が大切です。手の動きの効果を高めるためには上体の動きと特に腰の動きの連動が重要です。追い突きの基本に際しては特に前屈立ちの膝の角度後ろ足の張り腰の押し出し腰の高さを一定に保つことこれらに注意して練習してください。肩が流れがちになるので腰をしっかり正面に向け上半身は垂直に。特に自由構えから突く場合は構えた手の位置から突くように心がけてください。ここで相手との距離の違いによる突きの決めの違いを見てもらいましょう。通常の逆突きの距離よりやや近い場合は肘にやや余裕を持たせ縦剣で決め、さらに近くなった場合は肘をさらに深く曲げ底突きをします。距離が近くなると無理に突こうとするため上体を反らしたり肩を後ろへ引いてしまったりしがちですが、それでは効果がありません。特に近い距離から強い突きを決める場合には腰を十分に生かして突いてください。構えた手を一旦引いてから突くのではその分遅くなります。基本の場合と違って実際の組手の中では剣の位置から技を決めることが極めて大切です。一度手を引いてから突くのではその分遅れてしまいます。剣のあるその位置から効果的な突きを決めるために日頃の練習の中で0から10の配分を身につけてください。
次に追い突きのバリエーションを見てみましょう。基本では足の着地と同時につきますが、組手の際はタイミングを外してつくことが多く、その方がより効果的です。ここでは突き手を早くついています。運速を速くしタイミングを外してついています。では実際の速さでやってみましょう。突きを早くついた場合です。フェイントをかけタイミングを外して手足同時についています。逆突きの注意点は追い突きの場合とほぼ同じです。
腰の回転を効果的に利用すれば相当威力のある突きです。腰の回転と後ろ足の張りの関連性を習得するために基本をしっかりマスターしてください。足首の柔軟性は極めて重要です。後ろ足のつま先はできるだけ攻撃方向へ向けてください。立ち方を変えて逆突きをしています。攻撃距離の差に注目してください。前屈出しからの逆突き、次に後屈出しからの逆突きです。さらに足幅を狭めてためを十分に取り、猫足立ちから逆突きを行います。次に井村指導員に移動してもらいましょう。次足による逆突きの移動です。逆突きで追い込んで、さらに逆突きを加えます。組手でよく使われる技なので、実際にやって研究してください。距離の差を比較してみてください。実際の動きで見てみましょう。フェイントをかけながら逆突きをしています。無防備に入っていくと出合いを取られます。前手で相手の突きを抑えながら寄せ足で入っています。後ろ足による間合いの調節に注目してください。組手で最も多く使われる突きです。追い込みに際しては、後ろ足を引き寄せた時に前手に出した剣の位置に上体を引き寄せるつもりで行います。前手の剣先で目標をしっかり捉えるのが大切です。決めの瞬間の腕のひねりを十分に使いこなすことで、間合いが詰まった時でも小技の威力を発揮します。
練習に際しては刻み突き逆突きの連動で技を大きく使い、体の伸縮、後ろ足の張りによる飛び込みの距離をマスターしてください。刻み逆突きの練習の際には刻み突きが縮まらないように心がけてください。刻み突きの攻撃は出合いを取られやすいので、相手の手を殺す方法を取らなければなりません。ただ突くのではなく、コースを考えて突くようにします。相手の剣に向かって突き込みます。相手の剣の外側から肘を押さえるように突きます。今述べたようなことを念頭に置いてみてください。前手で相手の前手を手前に叩くと、相手は一瞬手を戻そうとするので、その力を利用して裏剣を行います。
残心は相手の外側に回り込むようにします。この技は刻み突きで届くかどうかという遠い間合いの時に有効です。打ち方は完全に戻さないで手先だけで変化させてください。間合いが深くなるので及び腰にならないように注意してください。遠い間合いから思い切り追い突きで飛び込んで、相手が出合いを狙って突きを出す直前に身を沈め、相手の突きの下に潜り込んで攻撃します。上段に隙を作って相手の攻撃を上段に誘います。顔面をカバーするため亀のように首を肩にうずめるようにして体を縮めます。直線を外し側面から相手の死角をついて攻撃します。使用部位は裏剣と同じです。肘を上げ肘を中心に回転させながら突きます。実際に見てみましょう。
相手の前手を裏剣で弾いて次の瞬間回し突きに変化します。これなども相手の意表をつく技となっています。回し突きは手だけを回し側面から突きますが、鍵突きは手を正面に体を横へ反らします。どちらも相手の意表を突く角度からの攻撃が特徴です。肘から先を直角に曲げて突き、体の飛び込みと突きの抑えを同時に行います。相手の攻撃直線に対して剣は正面、体は横の位置にあることに注目してください。相手の体に腰をぶつけ跳ね返すくらいの勢いで飛び込むことが大切です。体さばきとは、相手の攻撃直線を外して側面に回り込みながら攻撃に転ずる体勢を言います。腰はできるだけ正面に向き、攻撃面を広くして誘います。足幅はやや狭く、腰の回転を軸に体全体を半回転させます。足が先に動き、体が後からついてくるのでは、さばきが遅れ相手に攻め込まれてしまいます。それでは実際に見てみましょう。前蹴りをさばいてからの上段突きです。はい、前蹴りをさばいてから裏剣攻撃に転じています。前蹴りをさばいて中段攻撃をしています。いずれも斬新は相手の側面に回り込むことが大切です。足幅をやや狭く、腰を落として重心を後ろ足にかけ、間合いは後ろ足で測ります。
相手は引っ掛けられまいとして踏ん張りますので、その力を利用して体重を前に落として攻撃します。前足の内側のくるぶしを使います。重心は後ろ足の前に来るようにします。くれぐれも腰高、逃げ腰にならないよう注意してください。前蹴り攻撃に対しては一足分後ろに下がり間合いを外します。ついてきた相手に対して外側から足払いをかける場合と、ついてきた相手に内側から足払いをかける場合があります。さらに攻撃的に用いるとき、回し蹴りのように使うと効果的です。足払いは相手を崩す場合と、下段に気を集中させ一瞬動きを止める場合とがあります。相手のくるぶしの上、もしくはふくらはぎを狙います。相手との間合いにより体の回転軸が変わります。近間の相手には体の中心を回転軸とし、遠間の相手には体の前面を軸にし大きく体を回します。相手が出てこようとしたところを一瞬早く入り込み、相手の技を寸前に止めてしまうのが抑えです。突きに対しては腕全体を押さえること。ここでは下段突きのように突き込んでいます。ここでは手首から肘まで使って突き込んでいます。蹴りの抑えは相手の筋的を突き込むように体全体で入り込み、相手のすねに対して抑え手が直角にならないように斜め下に突き出すように切り込みます。相手の攻撃を瞬時に判断することが大切です。最も大切なのは相手に体ごとぶつかっていき、体全体の動きを止めていくぐらいの気迫です。
蹴りの要領は刻み蹴りの膝の買い込み後ろ足の張りと同じです。足幅を狭く後ろ足のためを利用し、腰の位置は決して高くならないように前手の肘と膝の間隔をできるだけ縮めます。蹴りのブロックに関しては相手の膝にぶつけるのではなく、相手のすねに自分のすねで切り込むように抑えます。思い切りが大切です。膝蹴りによる体当たりの場合は膝頭による刻み突きのつもりでやってください。また後ろ足を引き寄せるとき、前足の位置を変えず間合いを一方的に有利にしていることに注目してください。現在組手試合でのポイントの多くが突き技によります。しかし空手道の技の特徴は体のあらゆる部位を武器化し、全身の力学的連動によって自在な攻撃を可能にするところにあります。ポイントを取ることのみに心を奪われて、コントロールしやすい手技だけに頼ることは、長い空手道の道のりから見れば決して空手道鍛錬の王道ではありません。突きから蹴り、蹴りから突きへといった手技足技のコンビネーションにより、初めてより効果的な技が発揮されるのです。上官の蹴り技編と合わせて研究され、自分の得意技のパターンを作り上げていってください。Hold! Hold! 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 H
い。Hey! Hey! 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 H